でトルコフライスを作りに行きます。イエーイ。作りに行きますじゃない、材料、作りに行く材料を買いに行きます。なぜトルコフライスかっていうと、なんでだっけ、私がね、ツイッターにね、トルコフライスが食べたいって言ったら、モアちゃんから納豆と混ぜて食べましょうって来たから、その納豆と混ぜて食べるとトルコフライスができるらしいんですよ。だからね、それをちょっと今から買いに行きたいと思います。ちょっと待って、虫に虫取れた。虫平気だけどさ、大好評発売中です。あ、見ちゃいけない感あった。あの粘り気だけを使うんですよ。そうなの？そうそう。ネバ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 させて、アイス入れんね。だから、どうでもどれでもいいの。だから、スーパーカップにしよう。オッケーです。じゃ、2個。あ、なんか違う味もチャレンジしてみたくないですか？マンゴーにしよう。じゃあ、え、これとこれ？選びな、選びな。はい、ということで材料調達完了しました。あのですね、事情があってね、時間がないので。今からもうね、ちゃんとスプーンも容器も納豆もアイスも買いました。もうみや何してるの？解凍中です。入れますね。はいはい。やばい。あ、待って、違う、うん、合ってる合ってる。あ、混ぜ混ぜ、これは眉混ぜ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 。あ、なんちゃんとリサくんだ。今納豆混ぜてるんですよ。入れます。あれがトルクライスだね。これはミサ混ぜ。いい感じだと思う。いい感じ。うわ、めっちゃいい。これだけで美味しそうだもん。綺麗に納豆とこのね、粘り気の残ったお皿分けることができました。やった。見てください、このやばい、やばい。おお、やばい。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。え、匂いは？匂いは全くないし、今まで食べてきたトルコアイスの食感やばい、すっごいよ、ほんとに。え、トルコスのアイスめっちゃ、何これ、トルコフアイスだ、うん、だけマンゴー味です。うん、マンゴーいきますか。おお、シャーベット系でもいけるんだ。シャーベットがネバネバってよくわかんない。ね、いける。ちょっとほろ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 。じゃあミニさん最初食べます。あー、でもネバってしてない。うん、なんか普通に、うん、マンゴーアイス、マンゴーアイス。え、納豆と一緒に食べたらちょっと違うんですね。おっと。え、おいしい。おお。うん、うん、本当に本当に。そんなさ、本当にそんなおいしいわけな、そんなおいしい。誰騙されそうかな。マナちゃん、誰か普通に納豆います、いりません。え、納豆、うん、普通になんか混ぜちゃって。バリバリ食べて。いい。うん、
じゃあのどかちゃん、のどかちゃん納豆入れないですか？あ、普通に卵入れたんです。なんで納豆を持ち歩いているの？おかしい。まあ、知らないやん。え、まずい。口の中がなんかアイスみたいになってる。なにこれ、なにこれ。そうです、なんとこちらアイス入れました。えー、最低。マンゴー、マンゴーアイスです。マンゴーアイス入れました。飲んじゃ本当に美味しかった。美味しかった、最高。で、絶対嘘じゃん。最高、最高、ね、卵かけご飯にしたかったんです。私もうちょっとさ、両部屋がそうじゃん。うん、もう一回だけ。なにこれ。ちょっと使ってから返す。あー、うん、なんかフルーツみたいな。美味しいですか？じゃあ納豆食べたってずっと言われる。やばいよね。美味しい。でも美味しい。おー、りなちゃん、いいところに。えりにゃん、えりなちゃんにとっておきの食べ物があるんです。お腹最後のね、最後の一口。はい、うくそ。美味しいですか？美味しくないですか？美味しい。あ、意外にいける。エリニャもこっち寄りだった。エリニャもこっち寄りだった。ありがとうございます。はい、というわけでこれはね、マンゴー納豆でした。マンゴーアイス納豆。アイス納豆の行方は完食でした。完食しました。イエーイ、ありがとうございました。みんな美味しく食べてくれた。